ラブレガシー4チューブアイサイトでドン。今回はインプレッサ 2.0IS アイサイト G4 ですね、セダンの方をお借りしてチャレンジしてます。画面が暗くなります。右ハンドル右のダイヤルを回すとカチッといったところからアクセサリーオンでも日中光と同じ照明のね輝度にしてくれるようになってます。これはレガシーの BPBL の途中からなりました。それまではねナビのところとか のボタンをね長押しみたいな感じでねちょっと面倒だったんですけど、その後から BP の途中後期だったか B 型か C 型だったかその辺から改善されまして、まあ要はインパレのねこの軌道を変えるのにアクションが別のところにあるっていうのはおかしいだろうということで一箇所に集約されましたね。こういうところをちょっとずつ直していくところがスバルらしいといえばスバルらしい、そして、最初にやっとけよと言われればまあそうですねという感じもね。でも改善しないで1モデルいっちゃうより全然いいですよね。ってな具合で 2.0IS アイサイトで走っております。今燃費計が8点いくつですけど、これずっとこの渋滞というかダラダラアベレージ20、まあ走り出したらどうだろうな、アベレージは10キロかな、10キロで走る時もあるけどぐらいの感じの速度で走っててこの、燃費です。で僕が借りる前に3300キロ走ってる人がいて、その方の燃費にプラス今回のこのダラダラが入って 12.9 っていうんで、まあ多分この人どういう走り方したか分かんないし、誰が何人どういう風に走ったか全然分かんないんですけども、大概多分都心と高速道路の移動っていうのを繰り返すとこんな感じなんじゃないかと思います。レガシーと違って今ピッピッピッピーって言ってアイサイトオフになりましたけど、サイドブレーキが手動でレバー式なので、これアイサイトが解除されるとクリープします。 CVT だけど、で、こういうちょっとね今シャドウがあるんですけど、こういう状況だと意外とアクセルもブレーキもサイドブレーキも引かず止まってられるっていう感じの雰囲気ですね。意外とあります。でここからはアイサイトステアリングの右上にあるボタン、下の右のスポークの右上にあるボタンのレジュームリジュームをすると、あとはまた先行車を見て走っていくというような感じですね。でインプレッサーからですね、お BP がいったフワーとか言ってますね。純正アクセサリーのリアガーニッシュついてましたね。向こう BP が行った、まあいいや、なんだっけ、インプレッサからマルチインフォメーションディスプレイがついたんで、センターにね、これでアイサイトの状況っていうのがすごくよく分かるようになったんで、これはすごく特筆すべきことかなと思います。自分がブレーキ踏んでるのが見えるんですよね。あと先行車との距離感をどういうふうに捉えてるかっていうのも分かるので、例えば間にバイク挟んでる時とかにアイサイトは車キャッチしてるのは分かるんだけど、どっちキャッチしてるか分かりにくいなっていう時などですね、距離感でああこれバイクの方じゃないわっていう風になるか、バイクちゃんと掴んでるわっていうのが分かるようになりますので、これ結構おいしいと思いますよね。今アイサイトオフになりましたね。今僕ブレーキ踏んだんで、フットブレーキ踏んだんで、アイドリングストップが効いてます。でレガシーの場合とインプレッサ系の違いで一つ大きいのが、ナビがですね、サイドブレーキ連動で操作できるかできないかを判定する場合、これアイドリングストップの話なんですけどね、インプレッサ系はフットブレーキを踏んでればサイドを引いても、今サイド引いたんですけど、アイドリングストップしたままなんですよ。でブレーキを外すと離すとエンジンがかかる。だけどBR、BM のレガシーの場合には
アイドリングストップ、フットブレーキ踏んでれば、もしくはアイサイトがフットブレーキを踏んでる状態だったらアイドリングストップするんですけど、電動サイドを引いちゃうと、ブレーキを踏んでいてもアイドリングストップ解除になっちゃうんですね。ということはどういうことかというと、長い交差点とかでカーナビをセットしようと思ってサイドブレーキを引くと、アイドリングがですね、アイドリングストップが解除されてしまうというね、なんとも複雑な気分になる状況ですよね。でもちろんその操作を誰がやるとか何秒下がっていいとかそういう話はありますけど、でもまあ心情的に今もうアイドリングストップがついてる車に一度でも乗った人は交差点でアイドリングストップしない状況っていうのは結構辛いものがあるというか、じゃあお前自分でエンジン切ったろかぐらいの人も多分世の中いると思うんですよね。そうなると電動サイドでせっかくあんな便利になっててっていう状況なのに、フットブレーキを踏んでる判定もできるはずなのに解除しちゃうとカーナビが電動サイドブレーキを引いちゃうとカーナビが動かないっていう、動かないじゃない、アイドリングストップが解除されちゃうっていうね、和訳者だっていうのはね、そういう状況っていうのはね、どうかなと思うんですよね。まあそんな感じですわ。ではでは、だいたいね、アイドリングストップ、そうだな、レガシー意外とあの頻繁にするんですよ。で次多分 GT DIT のアイサイトとかもアイドリングストップしてくるんじゃないかと思うんですよね。だからその時には改善していってほしいな。さっきのあのこのイルミネーションの話とかあれだけどね。それと、レガシー BPBL のレガシーのオーナーとか BHBE のレガシーのオーナーさんにインプレッサーいいよねっていう話あります。で僕もまあ価格とかね、あのターボがいらないとかね、あのそういうこととかサイズ感とかね、そういうので選ぶのはすごくありだなと思っているし、あのスポーツ、インプレッサースポーツなんかでもその長尺物が本当にレガシーじゃなきゃ入らないっていう人じゃなければ、意外とインプレッサースポーツはあのハッチバックというよりワゴンに近いと思うので、あの足りるんじゃないかとは思っているんですが、まあ一回ですね、どっちにしても BR、BM 乗ってみること、あの買うっていう意味じゃなくてね、乗ってみることがあった方がいいと思います。というのは意外とですね、装備品、その BHBE のオーナーさんからしてみると特になんですけど、いろいろ便利グッズがですね、便利アクセサリーがあの BR、BM になって標準になってきてるんで、例えばオートワイパーもオートライトも、あと途中からですけどレガシー、あの現行型はウインカーを1回レバーを引くと3回フラッシュするみたいな感じとか、そういうことも設定できるんですよ。で、ごめんなさい、パワーウィンドウも運転席だけがワンタッチじゃなくて4つ全部ワンタッチなんですよね。だからそういうことっていうのはインプレッサでは今例えばオートライトとかオートワイパーっていうのがついたりつかなかったりとかあるんですけど、パワーウィンドウに関しては未だに運転席のみとか、あの装備の違いって結構あるので、あの買ってみて、あ実は向こうの方がやっぱ便利だったみたいな、そういうところにちょっとこだわりがある人はそういう装備の違いっていうのもちゃんと見た方がいいとは思います。そんな具合の東銀座でございました。それではアデュー。